にちは、さおりです。Jです。この度、夫婦の YouTube チャンネルを開設することになりました。YouTube のチャンネル名をお聞きしたいんですけれども、 YouTube のチャンネル名はてれん、さおり J スタイル。はい。そのスタイルはライフスタイルのスタイルから取ってて、その YouTube の大まかな感じは、まあ、我々のライフスタイル、どんなことしてるか、何が好きかとかね、普段そう趣味とか、まあ、そういうのを、まあ、動画にしていけたらなと、で動画的には、まあ、Vlog 的な感じ、日記みたいな、そんな感じでやっていけたらなと思ってます。チャンネル、このチャンネルでは一番どんなことをやりたいですか？逆にどう？え逆に俺だったら、俺個人のね、個人ってバス釣りが好きだから、釣りね、そう、バス釣りとかで、あとバイクとか車好きだし、ザ男ですね、まあ、そう、できるかどうか分かんないけどね、今ね、時代が時代だから、あのモーターショーとかあったらそういうの2人で行って、車とか見たりとか、なるほどね、そう、ブーンってやつね、首がこうもげそうなやつ、ブーンってやつ、そうしろ、あー、なるほどね。これはね、逆にどうですか、どんなのがいいですか？私はね、コスメとか好きだ、そう、コスメ好きだから、なんか私が持ってるコスメでちょっといろいろ遊んでみたりとか、そうだね、俺でね、そうそうそう、逆にやってもらったりとか、なんかその辺ちょっと面白そうだなと思ったり、私たち結婚して今年で4年目になるんですけど、実はまだ結婚式をしてなかったりするので、この YouTube で結婚式の風景とかもあげれたらいいなとかさ、まあ、確かにあるだろう、思ってますね。もうちょっとこう時代が落ち着いたらね。時代とは、あ、コロナってこと、はい、まあ確かにね、そうなんだよね、そう、できる範囲のこと、だ今日は、一発目も撮ってますけど、僕はサニー撮ってるんですよね、サニーって何ですか？お店だよ、夫婦でね、お店をやってるんですよ、引退してから、はい、これからね、いろんなところ撮影も行きたいなと思ってますけど、まあ、最新の注意を払いながら、今のことも言わなくちゃいけないし、だね、まあ、その中でね、まあまあできることもたくさんあると思うし、なんか楽しいことをやっていけたらなと思っております。はい、はい、ぜひ見てくださいあの、あれはいいですか？何ですか？あの、チャンネル登録的な、やっちゃって、やっちゃっていいですやっちゃっていいですやっちゃっていいですで、あとあれだね、コメントで、まあ、できるできない問わず、まあ、やってほしいこととかね、あれば、あれば、まあ、書いてもらえればと。そうね、はい、そうですね、どうぞ、はい、はい、ぜひ私たち夫婦のチャンネル登録をしていただければとっても嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ポチッとするだけなんでね、パもう終わっちゃうんだ、はいもう何も食べてないから、ロジロさんも私はもうお腹すきすぎて朝とかヨーグルトとか食べちゃってたけど。自己紹介とは？自己紹介、鹿児島県大口市生まれ。おお、鹿児島なんだね。鹿児島で、鹿児島なんだね霧島神宮とかいいよね。身長191センチ、体重大体9、体重もいるの？体重94キロから91キロの間キープします。私は同い年です。1986年8月19日、配給生まれです。バレーボールやってました。名前は沙織と申します。結婚は何年前ぐらいしたっけ？3年前。3年前ぐらい。そうっす。2杯目です。早いです。馴れ初めは、馴れ初めってどういうこと？どうやって出会ったかって。あ、そういうこと、そういうこと。喋る。ほんとね。同級生なので、すいません、ハイコロンです。同級生なんですけど、私たち、まあ、バレエやってて、こちらもバレエやってて、選抜とかではよく一緒に
一緒にでもないか。そんな喋ったことなかったよね、ずっと。いや、喋ったことあったよ。あった。あった。あった。中学生の時ぐらい。そう、お互いの存在は知ってたけど、そんななんかすごい仲いいとかでもないし、なんかね、選抜の男子のチームにいるなって感じで、で、大人になって。あれ何の時だ、ビーチやってる時か。そうや、ビーチやってる時に先輩がお家でナビやるからおいでって言ってくれて、その時にいたんだよね。何年ぶり、久しぶりに会ったよ。何十年ぶりかってぐらいの3杯目です。何十年ぶりかってぐらいに会って、本当にその時はね、もうビーチもう真っ最中の時だったから、もう黒光りしすぎてて全身。そこからだよね、そこで久しぶりに会って、お互い連絡また取るようになって、ね、めっちゃ仲良くなって、そっから1ヶ月ぐらいかな。そうだね。で、その年ちょうどね、俺辞める年だったんだよね、ビーチバレーを。あ、そうだそうだ。もうその時ぐらいから3年、そのぐらい、それぐらいから付き合い始めて3年ぐらい付き合ったよね。そうだね、うん。私はトルコに行ってたから、うん、トルコに2シーズンチャレンジしたんですけど、その時もトルコに会いに来てくれたりして、 その後結婚して、だから出会ってからは、付き合ってからは今6年、9年目、あ、6年目だあれちょっと数字はちょっと苦手だから、そう、6年目って感じの慰めです、慣れ初めです。こんな感じで大丈夫ちょっとさ、なんかさ、顔赤くなってきたな、大丈夫？今もね。